皆さんどうぞ踊ってください。大人の方もご参加ください。また浴衣で踊った方にはあの4年ぶりということですね。今日3年間開催できないで今年あの盛大にやらさせてもらっています。コロナの前に比べても本当に遜色逆にないですし、少し本当に多くなってきてるのかなって思っております。みんなが真剣に踊ってもらえて盛り上げてもらってるなっていうのが今のところの実感です。コロナ前の時より今のがちょっと出別町に来てくれてる合宿生がちょっと少ないんですけども、やっぱりコロナ前は本当に何校もそういう出別町に来てくれてる学生たちがちょっといたんですよね。そこに比べるとやっぱりまだコロナ明けの1年目ということで人数は少ないんですけども、やっぱり学生たちの力っていうのがこの出別町に元気をまたさらに盛り上げてくれてるなっていう時間がありますね。はい、食べて。いいよ、お宅壊してもいいよ、夏休みは。巻き替えて。ダメよ、こぼしちゃダメよ。はい、こぼさない。ちゃんと勝ち込んで。はい、こぼさないよ。若い人は強かったです。でも、すべてがここまで盛り上がってくれてるとは知らなかったんで、嬉しかったです。楽しいですね。いや、自然とね、笑顔があふれて、そして今回はラグビー部、名城大学のラグビー部の一緒に踊ってくれたっていうのもあって、いやー、ワクワクしました。最高です。楽しかったです。もうそのまま楽しく踊るだけで、踊ってない人も実は大事な人で、踊ってない人も一緒に楽しめてますし、けど踊るともっと楽しいので、ぜひ皆さん一緒に踊ってくれたら最高です。きっと皆さん十分楽しめたと思います。まだ踊ってない人も見てる人も皆さんすごく楽しんでくれた笑顔が伝わってきましたので、本当にありがとうございました。これからまた一緒に盛り上げて、みんなで盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。来年に向けて、特別なことは、なかなか急にいろんなことは変えることってなかなかできないんですけども、やはりこの津別の夏の風物詩ということで、生のこの歌、あと盆踊りの太鼓、やっぱり決めた中で皆さんが楽しく踊ってもらえる中で、いろんなまた違うアトラクションもありますので、そこでさらに盛り上がっていってもらえたらなという思いですね。本当に4年ぶりという開催の中で、このように本当に大勢の津別町民、また今回津別町の方に帰省されている皆様、あとまた近隣の市町村の皆様方に来てもらってる夜盆踊り大会なのかなというふうに思いますので、来年度からも含めまして、自分が実行委員長になるか分からないんですけども、さらに活性化していくこの盆踊り大会をまた目指していきたいなというふうに思います。ゆーたまペン見てよ、ちゃんと見てよ、一番ってイエーイ。なんだっけ、皆様ありがとうございました。